回大阪は鶴丸さん、そして後ろに引き続きましてのは、はい、足立宣伝所の一行でございます。はい、桃江ちゃんが今度は笛を吹いております。ついね、見とれてクラクラしてまいりましたけども、さあ引き続きまして解説いたしましょう。さあ一方こちらは職人肌の職人が職人の格好をして職人らしくやってまいりました河内屋の一行でございます。
大阪林浩二の名に率いるチェンドン通信社林田の皆さん、表情県知事賞鎮魂通信社鶴丸様、あなたは萩原鎮魂祭り実行委員会主催の第58回全国選抜鎮魂